こういう感じでもうそれぞれ書いておりますというところです。まあまあ僕にはもういらんわ、来たら破くわ、塩巻いて年賀状塩巻こう名前でも作れるよ。いや全部破くわ、もったいないからさ捨てるのに神がかってるっつうのあーカツラ、カツラは名前書いてんの？もう終わった？あいつまだ書いてないと思う。あ、そう、カツラもう一枚一枚丁寧に絵とかも色鉛筆使って書いてるからね、カツラは。カツラ色鉛筆？そうだよ、もうな何本かな、20本ぐらいの束を20色から持ってきて、もうポケモンとか書いてくださいっていうのが多いらしくて、うわーポケモン、自分の好きなポケモン書いてとかで、うん、ちゃんと全部カラーで。ポケモン大丈夫かな、これグッズ扱いだよな。まあまあまあいいか、手書きだから。まあ手書きでかつ、うん、大丈夫だよ、そこは大丈夫だよ。大丈夫か、うん、大丈夫でしょ結構こう見ながらの、うん、本当のガチの手書きの絵だからなんとかなるか。大丈夫大丈夫、もどきで、うん、それ言ったらだって小学生とかがさ年賀状出しちゃうダメじゃん。いやだからグッズだろ。あーグッズ、これ別に俺小学生が出すやつじゃないだろそっかなんかいいか、うん、カツラだし、カツラオリジナル大丈夫、カツラだ。 M さんもねめちゃくちゃ M さん悩んでたわ、うん、どうするって。あ、内容とか一つ一つあの人も悩むタイプだから、あ、それだったらやっぱパッと本当に思ったことを直感で書いた方が、うん、そか相談に対してガチで悩んじゃうよね、ま、悩んで。あるね M さん、あの人自体悩める人だからなおさらなんでしょう、うん、僕とかなんか一人一分って決めてるからさ、おお、もう即座に決めて即座に打ち込んで終わりみたいな、頭に出てきたもう文言バッと、そうそうそう、直感であとは16文字の1行16文字に敷き詰めるだけ、うん、うわそれはでも才能だよきっと。そうかな、うん、僕なんて書いたか忘れちゃったな、もうみんなに正直俺なんて一応さあらかじめパソコンで打って、うん、もう原稿みたいなの作って、うん、それ見ながら書くのもあるんだけどさ、それもね書いててもやっぱ文字の大きさとかで、うん、スペースあったり減ったりするから、うん、もう書いてあることと同じことなんてほとんど書けないんだよね。一部余ったりとかして、心がこもってていいんじゃないですか、うんうん、そうだから心はねバッチリ。来年もチョコレートメッセージ付きで、じゃあおー、どうぞどうぞ、うん、僕もボイスメッセージ付きでいくかな。そっちの方が楽だな、書くよりも年賀状も全部ボイスのやつ、あの QR コード、うん、一人一人にぶち、あれ一人一人作れるんだろう、要するにだと思うけどね。だから QR コード一つ一つに僕ぶち込むわ、うん、今年もよろしくお願いしますって言って、うんうん、それでいいでしょ。だって書くより楽だもん、絶対楽だ。さったら一人15秒で終わる、うん、言って終わって言って終わってで考えとくわ。今日いい案をもらった。うん、大久保さんのおかげだな。大久保さんはねやっぱ企画屋さんだ、いいな、うん、あの人面白いな。ケイさんはねちょっとやっぱ認識を改めよう。うまいこと言ってるけどな、うん、いやうまいこと言ってはいる、うんうん、なんかトンチ聞かせるのじゃないんだよな俺同じくなってきてる。あ、マジで気をつけなきゃまずいね。たまになりん、うん、続くと良くない、ね、それでなんかねおっさんがさ、うん、キャバ嬢にダジャレすごく言って行くのとあんまり変わらんよなと僕の方では思っている。あー、まあ気をつけないよな。わかったわかった。まあ長ちゃんは、うん、次回からもう変わらんから大丈夫だ。そうだ、それでいい、うん、俺は俺だから。じゃあ明後日ジム頑張ってよ、うん、個人ジム一応ね2時間ぐらいを予定して、うん、それでハマったらさ僕と一緒にまたジム行こうぜ。僕も行ってっから。おお、あ、行かないわ俺。また来週お会いしましょうお時間いいところで坂本龍馬と大久保慎太郎コードリオでした。仕上げバイ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 。まずはな大久保慎からスタートしよう。いや、まずは大久保慎太郎。坂ちゃんの行く時間と俺合わないんだよ。合わなくていいんだって、一緒のジムでやろうや、ね、時間帯違うけど、あ、 それでいいじゃない。あそこの機器いいよねみたいなの話そうや、うん、うん、そこで会話が成り立つからな。そうだよ、やろうぜ一緒に。うん考えておくわもう長年付き合ってるともう何も言わせても分かっちゃったもん空気で分かる空気で、これは行きませんと